はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。対馬、ゆうこ様、ワイドスロー様、なんちゃん様、かずさのすけ様、小沢様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。そういえばですね、東京29区に衆院選出ようと思ってるんですけれども、凱旋できる場所っていいとこありますかね。なんか西日暮里とか町屋とかあんまりないんだよな。秋広場みたいなのなくってね。新橋の SL 広場みたいなとこあると嬉しいんですけど、近所の方、詳しい方、教えてください。26日衆院予算委員会、川口市出身の維新の高橋秀明議員、クルド問題国会初登場ということで、川口で外国人が暴れている。これですね、クルド人っていう、の国籍はない。トルコ政府のパスポートを持ってるんで、クルド人とは言わなかったみたいなんですけれども、例の病院の前でクルド人が何百人、もう集まって騒いでるパネル出したみたいなんで、クルド人のことについて言ってんのはまあ間違いない。トルコ政府に遠慮したんですかね。一応国籍はトルコだわね。待ったなしの状況だ。川に死体も浮いている。なんか5人も浮いてんだってね。日本人だかクルド人だかわかんないですけど、現場に行け。国民の生命と財産を守る気あるのか。一斉取り締まりをやれ。全国に広がるぞ。ルール守らない外国人と共生するのか。岸田総理、外国人との共生のあり方は国によって様々だが、あくまでルールを守って生活していくことが大前提だと認識していると。川口クルドが国会で、取り上げられたのは初めて、初登場でありました。世論です。こいつの質疑応答もう聞きたくないわ。腹立つかんね、なんかね。日本を差別国家と方言した国賊岸田、どうするつもりだ。さっさと強制送還しろ。野党は週刊誌政治、岸田はのらりくらり政治。侵略目的で日本にやってきたクルド人を歓待したのが自民党の和田。嘘難民も実習生受け入れも勝手に決定した売国移民党。メガネは何一つまともに答えないのよね。ルールを守る気ないやつを強制送還しろって言ってんだよ。都構想はダメダメだが、維新はごくまれにいいこと言いますね。まあ、高橋議員、川口市出身ということで、昔の仲間とかにいろいろ言われたん、これ言ってやんみたいなこと言われたんでしょうか。ルールを守るのが大前提とか、そんなね、バッターはボールをよく見ないとね、みたいな、抽象的な定理法則の話じゃなくてですね、どのルール守っかも不明ですよね。不法滞在の時点でルールを守るもクソもね、法を犯してんだからさ、犯罪者でしょ。送還っていうのを執行猶予されてる状態、で犯罪者には変わりないんだからさ、それおかしいっすよね。そもそもがルール守ってるない連中なんだから、岸田のこれはおかしいよ。ルール守ってねえから日本人に迷惑かけて問題になってるわけでね。それがね、こうだよって言ったら、ルールを守ることが大事だから。全然答えてないですね、岸田はね。総理はですね、能登地震の次は、川口に視察行けよ。で、平日昼間に、学校にも行きもせずに、公園にたむろしている子供たちとか、見てこいよ、いう話ですね。和田政宗議員の、トルコ政府はクルド人を弾圧している。という投稿がトルコ国内で報道され、トルコ人の感情を損ねているみたいであります。無責任野党や無責任コメンテーターが言ったんじゃなくて、与党議員ですからね。問題になって当然ですかね。世論です。国際問題になってるやん。国際問題化してますね。ちょっとまずいんじゃないかな。トルコがクルド語を禁止してたのは何十年も前のことだぞ。日本人の快適な生活を守るのが議員の仕事だろ。これが去年夏頃に豪語していた結果を出すかよ。イギリスの調査でも
トルコ政府がクルド人を弾圧している事実は一切ないとされています。日本とトルコ間だけでなく全世界で注視される事態に発展する。数少ない親日国に何さらしとんのと、600人が定数のですねトルコ国会にクルド議員61人いました。国民民主主義党っていう党を形成してるんですけど、クルド人がね、野党第2党になってました。クルド人でも立候補できる、クルド人が投票できるってことで、どこが弾圧されてんだと、これのどこが。トルコ政府からね、あのパスポートもらえて日本に来れるんだし、これのどこが弾圧されてんだと。和田はですね、あの与党議員なのに、与党議員なんでですね、トルコ政府がですね、それは自民党の総意か、日本政府も同じ見解か、疑念を持ちますよね、これね。昨日あの抗議起訴って言ってましたけど、トルコ政府からね、あの抗議とか質問来る前にですね、自民党は和田を除名し、トカゲの尻尾切りした方がええんでないですか。政治的に考えるとそれがいいんではないでしょうか。日本クルド協会、声明だけではなく記者会見を行ってですね、日本人死ねって言ってません、精神病院に行けって言ったんです、再度言い訳、しておりました。それを優しいですね毎日系の埼玉新聞が報道しておりました。世論です。そんなごまかし通用せんぞ、まだ言ってるんだ。音声分析の結果は拡散されてるし、否定すればするほど悪印象になるのにね、完全に言ってるよ日本人死ねって。精神病院に行けってのもお前は気違いだって言ってるわけで十分ヘイトスピーチなんだが、映像あるんだから素直に認めろ。どっちでも非難される発言には変わりがない。じゃあ中指立てたのはなんでですか。日本人死ねでガラリと空気が変わって多分焦ったんでしょうね、クルド文化協会ね。自分らを死ねっていうやつと日本人が仲良くやれるわけもないし、仮に弾圧が事実だとしてもですね、だからどうしたらお前ら敵だわ、っていう感じですもんね。日本人死ねなんて言われたらね、映像と音声があれだけ、拡散されて今となっては下手な言い訳は逆効果なんですよ。福島みずほとかアグネスみたいにですね、だんまり決め込んで、完全だんまり決め込んでじっと風化を待つっていうのが正解なんだが、まあできないんだろうね。脊髄反射で口下体の典型じゃないですかね。あいつらこれ言われると聞くよなんで、今後もガンガン言っていきましょう。なんて言い訳しても何ほざいてもですね、日本人死ねってる連中のくせに何言ってんだお前らで済みますね。右派デモ妨害の時に日本人死ね言いながら日本人に対して中指立ててたことについて、コラムニスト、川崎玉木51歳、初めて聞いた。うちの息子も機嫌が悪い時はやったりする。アベマ TV の番組で擁護をしておりました。まあ、中指立てですね。世論です。行儀悪いな、お前の息子。親のしつけ、大失敗。素直に頭がおかしいな。息子もやる論法が斬新。サンモニと同レベルの番組やな。アメリカでこれやったら撃ち殺されるレベルだわ。アメリカでもイギリスでも中指立てたら殺される覚悟をせないかのよ。いや、行儀が悪いよ、息子さん。お持ちですね。51歳母の息子って一体何歳なんだろうね。子供だからで許される年でもないんじゃないの。35歳で産んだとしても、まあ16歳とかですよね。産むの遅くてね。まあ5歳とかだったら許されるけど、ダメなんじゃないの？中学生、になってたら。まあ、子供のしつけ、大失敗ですね。この玉木さんね。中指立てるという表現だと思うんです、とかも言ってたみたいなんですけど、表現といえば表現ですけど、埼玉県警にね、許可申請出して、正当な書類書いて手続きした合法デモによ、その日本人に対してよ、不法滞在の外国人がしていい表現ではないですよね。そもそもですね、クルド人が行儀が良かったらこのデモも起きてねえんだからさ、なんでこのデモ起きたんだって話ですよ。そもそもがお前ら行儀悪いから悪いんだろうが、自業自得だろうがって話、まあ、変なのがですね、つべこべ言ってですね、クルドを擁護したらですね、日本人死ねって連中のくせに何言ってんだよって、返しましょう。
そうしましょう。しかし、川崎玉木って初耳ですね。コラムニストって肩書きだが、変なのいるね。息子のしつけ大失敗してる変なのが。適当にパヨってればですね、パヨメディアに文章を買ってもらえるもんね。古谷恒平も途中から来られましたもんね。パヨらないと文章を金なんねえや。で、気がついたんだろうな、あいつもな。恋の税金未納や1年以下の懲役でも永住資格剥奪について、時事通信、受け入れた人を追い出すのは強制と真逆の発想だって、外国人問題に詳しい弁護士、かっこ、名前は出さない、が言ってるーという、まあ、長々書いて最後の結論に、言ってるーって言ってるんですけど、時事通信の脳内弁護士大活躍。わざと滞納なんて、強制と真逆の強制する意思がない外国人なのだろう。弁護士なのに、順法とは真逆の発言だな。損法って言うんだっけ？順法だよね、これね。そんなに強制したいなら、時事通信が引き取れば、強制と真逆の発想なのは、在留の条件として日本が求める義務を果たさない奴らの方だろう。弁護士のくせに外国人だけが法を守らなくていいっていうのか。強制って言えば何でも OK じゃないやで。記事の最後の最後で取ってつけたように外国人問題に詳しい弁護士によるよ。時事通信の記者の脳内弁護士の可能性大ですね。強制とは真逆で税金払わなかったり犯罪犯すのが強制とは真逆の行為じゃねえの？そっちの方がさ、永住資格を、永住資格の条件にですね、貧困が善良っていうのがあんだから、これに対する裏切り行為でもあるよね。こちら側が強制に反することをしたわけでは全くないよね。向こう側が日本人との強制に反する行為をしたから資格剥奪しますよ。全然こっち悪くねえじゃん。ブーブー言ってないでね、税金払えばいいんだよ。犯罪しなければいいんだよ。貧困を善良にしてれば済む話なんだよ。時事通信が騒ぐ問題では全くないですね。右派に噛みつく共同通信の陰に、すーぐヘイトだなんだって、まあ、杉田さんとかも噛みついて、共同通信ね。陰に隠れて目立たないけど、時事通信も大概ですからね。どうやったら両方潰せんだろう。今日のその他のニュース、岸田総理。衆院予算委員会で納税呼びかけ、税は皆で分かち合うもの。自分らは収入不記載にして脱税してるくせにどの口言ってんだと非難豪語。税は分かち合うものってなんかね、集めた税を岸田と仲間が山分けするように聞こえるのは私だけでしょうか。正しくは税負担は分かち合うものとかにしないとダメじゃないの。これ岸田が仲間と山分けするように聞こえるよ。総理はですね、人をイラつかせることについて天才的な才能がありますよね。代表選挙を訴えた党員除名についてあんまりでは、異議を唱えた大山七子神奈川県議に対して田村智子委員長があまりにも党員としての主体性誠実さを欠くと言い返したことについて、党内からも公開の場で人格攻撃はパワハラ、批判噴出、田村智子パワハラじゃありません、指導ですと反論。共産党にはですね、指導かっこ暴力の伝統もあるし、だいたい不破鉄造の前の委員長のね、宮本賢治は財務担当者をリンチで殺して終戦まで刑務所いた人だし、人格攻撃は共産党の主要な武器ですよ。委員長を批判する党員は全くのお門違い、勘違いとしか言いようがないですね。お前がいるのはそういう党なんだわって誰か教えてやって。浅生田原総一郎89歳、共産党は企業が敵だと思っている。山添拓、そんなことないですよ、訂正してください。田原、共産党は企業が敵だと思っている。繰り返す。共産党は資本家を敵視しているんだって、企業は敵視してないですよ。資本家をですね、皆殺しして企業を奪ってですね、我が物として全部国営にしたいって思ってるだけです。これは山添の方が正しいね。私ら憎んでるのは資本家ですって、言い返せって話。
救助を守って滅びましょうの森永卓郎、現在がんと闘病中。テレビコメンテーターは本当のことを言うとみんな干されるんですよ。無敵の人になったみたいですね。もう何も怖くない人になったみたいですね。バラしておりました。いやいや、そんなのみんな知ってたけどね。全然知ってたけど、本当のこと言ってるなんて、思ってる人、まあまあ、テレビしか情報源がない人だけですよ。ドライバー不足、イコール賃金不足で深刻な運送業界への配慮で、トラックの高速道路制限速度が80から90キロに4月から引き上げになりました。いや、トラック普通に100キロで走ってっけどね。やってる感出してるかな。対策しましたよ。これが開始されたら普通にですね、110キロで走るようになるだけじゃないんですかね。疑問であります。 TBS の N スタ、週末は韓国に弾丸旅行で何を楽しむ。まあ一泊二日とか日帰りで行ってこいみたいな話なんですけど、行かねえよバカ、誰が行くんだ、お里帰りと韓流バカ女しか行かないだろう、など大好評を博しておりました。 TBS 内部にですね、北朝鮮勢力が強いって思ってたんですけど、韓国勢力も強いんだなぁ。微妙なバランスよく配合されてるんですかね。中国成分とか韓国成分とか北朝鮮成分とかね、北朝鮮、TBS 内部には、というわけでメール投稿さんとチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。